チャムゲ YouTube、 今日の動画はですね、神の大地チャンネルビッグコンテンツになりつつある対談企画です。対談企画今何人目、神林くん、西池さん、山中、四方さん、5人目です。今日はい、5人目にしてね、もうほんとスペシャルすぎるゲストに今日は来ていただいてるので、早速、向かいたいと思います。今日はちょっとやばいね。ちょっと緊張するね。僕も初めて今日お会いするので、初めましてっていう感じにはなるんですけど、ちょっといつもより緊張感が高まっております。いいですか、お願いします。はじめまして、はじめまして、武田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャムゲです。ということで、早速、今日はいろいろお話を伺っていければなと思います。武田さんは高校時代もちろんですけど、大学時代も学生駅伝でも活躍されましたし、オリンピックにも出場されているということなので、本当にいろんなお話聞けるんじゃないかなということで、僕自身も今日の日を楽しみにしていました。早速ちょっと聞いていきたいんですけど、小学校の時、はい、一番最初に始めたスポーツとか、最初から陸上に興味があったのか、何かありますか？僕もともとずっと水泳をやってて、はい、これなんでやってたかっていうと、こう、はい、親が学校の先生をしてたんで、はい、送り迎えとか、野球とかサッカーとかで送り迎えやったりするじゃないですか、はい、ああいうのはやらないでくれ、はい、自分で行けることをやってくれっていうことで、水泳を習い始めて、はい、親の、一存で、初めは水泳をやってたっていうのが一つ。小学生の、それは何年生ぐらいですか？物心生というか、3歳とか4歳ぐらいにスイミングスクールに持ち込まれて、はい、そこでやらされてたみたいな。小さい頃ね、水泳をやってた陸上選手すごく多くて、僕自身もやってたので、最初にやり始めのスポーツとしては、基礎体力じゃないですけど、どんなスポーツにもつながるっていうところで言えば、水泳っていうのはやってた人多いなとは思います。佐藤悠基とか水泳で多分小学校の時に入ってくる、走りとしてはい、他に幼い頃にハマっていたこと、スポーツ以外とかでも何かあったりします？ハマってたこと、そうですね、僕田舎に住んでたんで、秘密基地みたいなの作ってましたね。兵庫県の姫路市出身で、そうなんです、なんですけど、本当に大子町っていう山奥だったんですね、はい、住んでた場所なので、どっちかといえば自然の中で遊ぶみたいな方が、はい、的にはテレビゲームとかが好きでした、はい、だから外で遊ぶ方が好きだった、はい、陸上との出会いっていうのはどんな感じでした、はい、陸上は、たまたま本当に、水泳一生懸命だった、走ってみたら意外と速かった、はい、マラソン大会になると意外と速かったということで、なんか出会いとしてはやろうと思ってやり始めたっていうよりは、なんかいつの間にかこうマラソン大会が出てたっていう感じかもしれません。出るっていうのは例えば友達と出ようってなったのか、両親とかにこういうのちょっとどうって言われたのか？もう完全に両親ですね。両親がなんか市の大会とかこんなんあるよとか、はい、なんか友達のお母さんですかね、はい、自体にこう聞いてきて、出てみたらみたいな感じで勝手に応募されてたみたいな。その時の走ったこう距離とか順位とかって覚えてますか？マラソンの時は結構速かったですよね。 あんまりなんか練習した覚えはなかったんですけど、はい、1.5 キロとか、はい、多分2キロとかっていう大会が多かったと思うんですけど、1番とか2番とか取れてましたね。最初からって言ったらちょっとあれですけど、もうやり始めた時からもう他の選手、他の子たちよりは前を走れたっていう、長い距離になれば走れたっていうのが、現実なところで、リレーとか、ああいうの全然選手にならなくて、活路を見出したみたいな感じかもしれないですね。短いのは、例えば運動会とかで、特別速かったとかっていうのは全くないですね、いつも補欠。本格的に陸上を始めたのって何歳？僕はもう中学1年生から始めました。それまでずっと水泳一筋、はい、で、ちょっと挫折じゃないですけど、水泳で時悩んで、その時にたまたまなんかこう手のつけやすかったというか、もともとちょっと向いてそうだなと思ったのが、長距離の種目だったので、はい、ちょっとやってみようかなっていう感覚で始めました。陸上部に入ったっていう？そうです、陸上部に入りました。1500とかのタイムの話を聞いたんですけど、その当時やってた練習メニューだったりとか、中学校時代の陸上部の先生とのエピソードじゃないですか、どういう？本当に不真面目で、中学1年生の時にいかにサボろうかとか、もともと水泳やってたんで、陸上ってちょっとやっぱ水泳の疲れ方と陸上の疲れ方ちょっと違いますよね。感覚がやっぱちょっと僕的には違って、陸上のしんどさ、なんか疲れ方みたいなところに慣れなくて、初めだからこう週の中でなんかずる休みみたいな感じで、ちょこちょこ実はなんか先生
になんか言い訳して家に帰っちゃってた時もなんかあるような、まあ、そんな感じの、中学1年生だったんですよね、実は。ずっとそういう感じだったのか、どこかでその中学生の、まあ、何年生になるタイミングとか、こういう大会でとか、なんかこうきっかけで、もっとやんなきゃなとか、そういうタイミングとかってありました？ありました。実は中学1年生の時に、まあ、新人戦みたいなので、1、2年生とかに立ち上がれてあるじゃないですか。はいはい、あれで、多分中学1年生の時に出たら、はい、まあ、近畿大会って3番まで出場できるって言ったので、まあ、近畿大会に、その前の大会までなんか調子乗って勝ててたんで、はい、勝てるだろうと思って行ったら、見事に 0.09 差で4番になっちゃって、近畿大会に出られなかったっていうのが、はい、なんか個人的にはすごくなんか、陸上においては初めて挫折っぽい感じで、やっちゃったみたいな感じで、はい、まあ、そこからちょっと練習ちゃんとやらないといけないなって、まあ、先生からもそういう、なんていうんですかね、練習に対する態度だったりするところは、まあ、最後のラストスパート、僕抜かれちゃったんですよ、はい、後ろからピュッてこう抜かれちゃった方だったんで、まあ、それ出たんじゃないっていうふうに言われて、ちゃんと練習しないと、やっぱ勝てないんだっていうふうに感じ始めて、なんか頑張り始めた。今のが中学校1年生、1年生途中の。途中ですね。はい、夏明けとかぐらいですよ、新人戦だと。そこら辺から、まあ、少しちょっとこう陸上への考え方も変わってきて、で、まあ、練習への気持ちっていうのも上がってきたっていうことですね。その後、全中まで最終的に、ね、はい、行ってると思うんですけど、どういう、こう成長でした？たまたま本当に中学2年生の時に一つ上の学年がなんか表現すごく強くて、その学年になんか引っ張られる県大会とか、はいはい、でなんかよくわかんないうちになんか全中出れちゃう、だから中学2年生の時実は全中出ちゃったんですよ、はい、まあ、実際に出てみたら全然予選落ちで全然戦えなくて、やっぱもうちょっとちゃんとやんないと、はい、ここも戦えないんだなって思って3年生の全中に向けてはもうちょっと一生懸命やろうと思って、はい、まあ、取り組んだら比較的うまくいったっていうのが流れかもしれない、はい、最終的に今の成績の方、うん、1500m で5番 3000m で4番、素晴らしい成績だと思うんですけど、この当時また同学年のライバルとかっていました？ライバルは佐藤由紀とかは優勝したりとかしていたので、はいはい、まあ、ちょっと設定だったという感じで、はいはい、でもまあやっぱり由紀のレベル的には高かったっていうのがあったかもしれないですね。この全中の成績とかっていうのは当時は結構自分の中で満足感だったのか、うん、悔しさの方が大きかった？いや、満足感大きかったですね。まあなんかそんなに他の中学校と比べてすごく練習しているってことも自分自身ないっていうのは分かってたんですよ、はいはいはい、もう僕の中学校本当に練習量少なく、はい、短距離の練習に実はちょっと混ぜてもらって、うん、で最後にちょっと有酸素系のトレーニングして、はい、最後流しピュッと終わりみたいな、なんかそういう感じの練習メニューだったので、はい、やっぱ他の中学校の話を聞いたらすごいダーバルだったりとか、うん、ビルドアップがどうだとか、はい、なんか練習なんか喋ってると僕の言ってること全然違うとか言ってて、はい、なんか専門的なことすごいやってるなって感じしてるんで、まだまだこう自分の中には伸びしろがあるなっていう、そうですね、まあ、そういう練習をしてみたいなっていうのが、はい、中学校の時にはすごくあったかもしれないですね。でその後報徳学園進学したと思うんですけど、理由ってありますか？一つは、まあ、親が小学校の先生を知っていて、はい、小学校の先生を知っていたので、まあ、僕にも同じような道を歩ませたいというふうに、はい、ま、親としては考えて、工業高校に行くと専門的な知識にグッと入っていくので、うん、まあ、それよりはなんか幅広い知識を親としては学んでほしいと思ってたというところがあったみたいで、普通科を受験しなさいっていうのだけ言われて、はい、まあ、それ以外はどこでもいいよっていう感じだったんですけど、まあ、学力のレベルとか競技レベルを踏まえるとここがいいんじゃないかなと思ったのが報徳学園だったっていう、まあ、入学して中学時代はそんなにこう練習インターバルとかやらない中で報徳学園に入ってさらに本格的なこう陸上生活というのが始まったと思うんですけど、まあ、入って感じたことだったりとか厳しさをこう実感したみたいなことってありますか？いや、めちゃくちゃ厳しかったですね。まあ、中学は緩すぎたっていうのがすごいあるんだとは思うんですけど、はいはい、規律に厳しい高校で時間に遅れると練習も遅れられないとか、はい、やっぱりそういう、はい、なんていうんですかね、当たり前のことですけど、はい、やっぱそういう当たり前のことに対して厳しく指導していただいたので、まあ、後にはすごい生きたなとは思うんですけど、高校時代の僕にとってはかなり厳しかったですね。練習とかはどうでした？練習は報徳ってすごい厳しいって皆さん思われてるかもしれないですけど、はい、練習メニュー自体はそんなに言い訳厳しかったなっていう印象は多くなかったので、むしろなんか佐久長聖さんと夏合宿とか行くんですよ。とんでもない練習を佐久長聖さんとかされて、はい、まあ、それでなんかこう何て言うんで
ゃいけないのかってなんか思うぐらいだったので、まあ、高校時代はそんなにこう他の高校さんと比べると比較的緩い練習をさせてもらえたかなと思います。こういう点を考えると報徳学園に進学したことが逆に良かったというか、もし兵庫県も他にも西脇工業さんとかあると思うんですけど、練習とかも多分結構厳しいところだと中学時代にあんまりやってなかったりするとそこで怪我しちゃってっていうのもあると思うので、報徳学園にその進学してレベル的にも順応できたんじゃない、できてたんだろうなっていうのはお話を聞いて思いました。はい、僕本当にだってとはいえ中学校の時多分あまりにもやらなすぎたんですけど、高校でも十分に僕にとってはハードな、振り返ればそんなこと大したことやってないんですけど、僕にとって結構ハードで、怪我半分ぐらい実は、あ、そうなんですね、3年間のうちの多分1年半ぐらいずっと怪我みたいな感じの競技生活だったんですよね。なのでまあなんかあんまりこう順風満帆な高校生活っていう感じではなくて、まあ、たまたま本当に要所要所なんか掴むのがうまいというか、なんか逆算するのが結構得意なタイプなので、まあ、こうやったら行ったらたどり着けるなとか、こうやったら結構みたいなことを、はい、まあ、自分の頭の中で考えて、でそれをなんかこうこなしていくっていうんですかね、なんかそういうのがをなんか身につけたなんか時期だったんだなって、はい、まあ、中学の時とかは苦しい苦しい出ていくっていう感じだったんですけど、なんか逆算でこう物事を考えていくみたいなことを学ばせてもらった高校生活です。なかなか高校生でそこまで考えてできるレベルにいく選手っていないのかなと思いますし、そういうとかってどういうふうにこう高校時代モチベーションを保ってたかとか、まあ、直し方とかって自分で勉強したのか誰かがこう教えてくれたりとかっていうことでした。怪我とかって結構なんかまあ今も、まあ、僕自身も学生に対してアプローチするのはなかなか難しいと思うんですけど、はい、怪我ってやっぱいろいろね、種類がすごくあるので、はい、自分と向き合うことがすごいなんか多かったような気がします。もちろん治療科の先生だったり、はい、いろんな先生にこう指示は仰いだりとか、はい、まあ、実際に手術を受けたりもしたんですけど、うん、最終的にはなんかこうなんじゃないかっていうのをなんか自分の中で仮説を立てて、はい、こうやったらちょっと良くなるんじゃないかみたいなことを試してるっていうことが、はい、まあ、怪我に関しては多かったかなと思います、ね。インターハイ の結果、5000m が8番ということで、その時のメンバーとかだと、まあ、優勝がボブス選手で、まあ、佐藤幸さんとかがいて、佐藤秀和さんがいて、で、まあ、日本人3番に武田さんという、そのインターハイの8番という結果はこの当時だと、さっきの中学校の時の話を聞いたんですけど、満足感があったかというあったのか、それとももっと上に行きたいっていう気持ちとか、まあ、そういう気持ちはどうでした？よくやったなって満足のハードルが低いけど、はい、いやいやだいぶレベルは高いですけどね結構自分なりには精一杯努力できたなっていう大会だったなというふうに思って、なんか自分なりにはインターハイが終わった段階では満足してたかもしれない、ね。はい、もちろんスポーツって悔しさで成長できる部分もあるんですけど、満足を得ることでまた次頑張れる活力が湧いてくるっていうのもあるので、武田さんの今お話を聞いて陸上も、まあ、成功体験じゃないですけど、これだけやったらあこれぐらい走れるんだみたいな、まあ、でもまだまだ上に、まあ、上に選手がいるのはいるかもしれないんですけど、そういう気持ち大切なんだなっていうのは話を改めて感じました。高校時代お前駅伝報徳学園も力を入れてる学校かなとは思うんですけど、はい、宮古寺の、成績とか調べると1区で11番という結果だったんですけど、チームとしてのこう駅伝に対しての思いとか、あとは自分自身の駅伝に対しての思いってどうでした？僕駅伝は本当になんかこう優勝できなくて、中学の時は全然まあ元々チームが強くなかったので、はい、まあ、もちろん勝てないんですけど、はい、まあ、高校の時も実は高校3年生で全国高校に出場させていただいたんですけど、はい、その時も県大会で負けちゃって、実は近畿枠で出場したんです、はいはい、ちょうど僕は3年生の時に記念大会で、逆に言ったら悔しさみたいなところから、はい、絶対次は負けないぞっていう思いで、はい、まあ、近畿大会に向かっていって、はい、で近畿大会に行ったら優勝できたんですよ。近畿では優勝できたんですよ。兵庫で負けたんで、西脇工業負けちゃったんですけど、はい、近畿大会ではリベンジができて、で全国大会も実はリベンジができて、はい、4番に入賞することができて、はいはい、やっぱりこう、なんていうんですかね、それは結構、駅伝において、徐々にこう、なんていうんですかね、失敗からこう成功につなげていくプロセスみたいなところは、高校時代ってすごくなんか学ばせてもらったなと思ってて、はい、結構大学でもすごい、個人的には生きたなっていうポイントだったので、はい、高校の駅伝生活っていうんですかね、はい、駅伝をでこう学ばせてもらえたなという気がします。はいはい、駅伝はどうですか？楽しかった？
楽しかったですね。やっぱりこうみんなで喜べるのって、はい、やっぱりすごい、ね、ならではというか、まあ、個人競技じゃないですか、はい、陸上って通しても、はい、なので、まあ、自分が一生懸命やることで人が喜んでくれる、うん、クールにかましてた感じだったんですけど、はい、でもやっぱり嬉しかったですね。内心はやっぱりなんかみんなが喜んでる姿を見るのがすごい嬉しかったなと。点で結果を残すかで、でチームビルディングじゃないですけど、うん、チームで全体を底上げしないと結果出ないじゃないですか、うん、それをもう高校の時から自分だけっていうよりかは周りを引き上げるような意識でやられたっていう、うん、すごいなんか自分自身が思ったのが、自分のところで結局流れを作れないとチームが結果が出ないっていうことも、なんかそこで学んだ部分がすごくあって、ね、人を抱きつけてじゃないんですけど、もうみんなで頑張ろうよっていうのももちろんチームの中ではすごく大切だと思うんですけど、どこかでこう、まあ、将棋で言ったら飛車角じゃないんですけど、やっぱりこう飛び道具がないとやっぱり駅伝って波に乗れないっていうのもなんか同時にこう学んだ経験だったんですよね。じゃあ僕はどういう立場でどういう振る舞いをしなきゃいけないかっていうと、きっと多分そういう立場じゃないと、チームをこうなんていうんですかね、円滑にまとめるみたいなことよりは、まあ、僕自身が成果を出してその流れを次の区間につなげていくっていうのが僕の役割だなっていうのもその時に感じたので、戦い方がなんとなく、まあ、僕の場合は一パターンしかなかったんですけど学ぶことができたのかなというふうに思います。早稲田大学に進学を決めた理由、憧れっていうのが一番大きかったですね。早稲田大学のこう、まあ、印象っていうか緩かったですね大暴走してしまったなっていう駅伝の思いとか。そうですね、まあ、箱根駅伝で朝日本も来て走りたいっていう思いだけでした。その後からこう世界が目標にするようになったという感じですかね。ヨーロッパ遠征で、はい、まあ、そういう思考になったというか、はい